選手権。申し訳ないんだけど、俺とかだと努力が必要ない。俺に何か、俺に何か問題があるんですか？そのレベルだと、そう、捉えちゃった。勉強になります。あれ？もしかしてこんな決めたこと最後にやり抜けない？インスタグラムの成果を加速させるアイステップ、イノシンのトライチャンネル。ロボ選手権ということで、まあこのトライチャンネルの大人気企画、ディベート対決ですね。で、今回のディベートなんですけども、ディベートの中の一つの要素に熱量とか、まあどれだけエビデンスがあるかというよりも、どれだけその気持ちを押し込めるのかみたいなところも加点ポイントになっていると、うん、まあ、まず2回戦やって、はい、まあ、そのどちらが勝ったのかというのを、まあ、令和のトレで一番熱量があろうと言ったらユージさんというので、うん、ユージさんがどっちが強かったのかっていうのを判定してもらうと、うん、俺の独断でいいんでしょ？独断で大丈夫です、うん、はい。で、今回あえてアダルトチームのお二人がまず1回戦やっていただいて、あ、じゃあお手本見せましょう。お手本を。あ、でも俺正直ゴンビ構築だけで生きてるような男だから、ね、あ、もうもう、じゃあ見せてくださいそれを。いやいや、だってゴンパリオなんてさガキじゃねえんだよやっぱ先輩のまず論破を見てから若手の論破っていうのを見せたいなと思って、はい、それで1回戦やった後に僕と青さんが対決するっていう形でまずやっていきたいなと、はい、それでは1回戦目スタート。もう聞けてない方から喋っていいよ何言ってだったら、だったら、ね、聞いてやる、聞いてやる。え、僕のイケてるところ、逆に僕のイケてないところはどこなのかな。そういうとこだよもう、ま、全然だ、欠点がないから。欠点逆にありますかってところなんですよ。まず、うん、俺今日一で一緒になと思ったのが、うん、なんかベストボディジャパンに行ってるそう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 、それもまた僕の完成度を上げるための一つのチャレンジなんですよ。そもそもそんな完成してねえから。いやいやいや、あとそこだけだ。あとそこのパーツが揃った時に俺はパーフェクトなんですよ。だから何年から、ボディメイクが完成した。全然。え、でも絶対そうですよね。なんでそんな歯が強いんだよ。優しさ、知性。なんでその歯は。うるさいです。経済力、うん、そして、あれですよ、ボディが、筋肉。で、これで完成する予定なんですよ。だから今年の10月にFacebook Watch Japan に出ようとしてる。俺に何か、ここに何か問題があるんですか？こんだけの向上心の高い俺が。逆に、やれないでしょ。ベストボディジャパン出れないでしょ。出ないよ、そんなの。いや、それがもうダメなんですよ。チャレンジしないっていう精神が。俺さん何言ってるだから、イケてるの中に、その、知性が好きな人いるじゃないですか。経済力が好きな人、優しさが好きな人。そして、筋肉が好きな人もいるんですよ。そこを無視してるんですよ、モテキ様。俺はそこの違う違う違う人たちも全部取りに行こうとしてるでしょ。そうです。そこまでの人じゃないの、はい、全部取りに行こうとしてる。だからあなたはどこに引っかかんないですよさっきの人気ランキングも3位とかで中途半端だよねさっきの人気ランキングも確かにちょっと変わった人たちがモテキさん選んだけど、だって一番最後の人に選ばれたいんですか、そもそも。あのおじさんに、あれに選ばれた人は負けだと思ってる。ちなみに、あれ、あの最後の人が誰を選んでても、俺の圧勝だからね。数見たよ。数字読めますか？あれもう、数字読めますか？選ばれた時点でもう、マイナス5ポイントだろ。あんないその、それなんか、パーツパーツ、なんか多分、悪口下手しこの人。パーツパーツをディスってくるみたいな。そうだね。はい。だから僕は、いろんな人に愛されるために、いろんなチャレンジをしていって、それで、パーフェクトを目指してるんですよ。だから僕は一番イケてる男なんですよ。だって努力してる。いや、まあ努力は認める。努力です。努力の男だよ、ね、はい、モテるための努力です。うん、でもさ、申し訳ないんだけど、まあ、俺とかだと努力が必要ないんだよ。終了お疲れ様でした。なんだこれめちゃくちゃ面白かったですめっちゃやった方がいいね。じいさん、判定をお願いします。これまずくないちょっと見える感じ可愛かったね。確かに可愛かった。すぐ可愛かった。あまり見れないか。これだけ地位も結果も全部出してる2人が子供みたいに言うからモテたいって、ね、言ってることは三浦会長に裏があった、うん、スタンス的に、うん、おーい勢いですよね。ありがとうございます。では参ります。よーい、スタート。これいいですか、まず。
はい、令和の虎の〇〇版のランキングっていうのが出たんですよ、はい、視聴者とその、あのチャンネルから令和の虎本編どれだけ友達があのチャンネル登録したの。でそれ両方とも SNS 版まず3位で2位だったんですよ、うん、スキル獲得版よりも上だったんですよ。僕らの方が貢献してるしいろんな人に見られてるチャンネルっていうので僕らの方が必要だと思います。ああなるほどね。稲葉さんレベルだとそういうふうに捉えるんですね。いやあなるほど。ああちょっと僕稲葉さんよりこっちなんで。なるほど。じゃあその理由教えてもらっていいですか。SNS 版儲かりました。儲かってないですよ。そこっす。スキル獲得版正直儲かりました。余裕っす。それはない余裕です。いや、聞いてください。必要とされるのかっていうのは誰目線かで言うと視聴者ですよね。アオンさんが儲かってるか儲かってないかは視聴者からすると関係ないんです。ああ、そのレベルだとそう、捉えちゃう。あ、勉強です。継続性なんです、大事。継続性、長くできるから儲からないです、継続性。いや、儲かってる。別の事業で儲かってるからそれを丸々に僕らは投資している。稲葉さんレベルだとそう、捉えちゃうね。あの、事業単位で見てくる、はい、なるほどですね。こっちの事業で儲かってるからこっち赤字でもいいや。あそのレベルはないって感じ。いやいや、まず赤字と捉えてないです。広告費として僕らは予算出してるんで、あ事業として捉えてないですよ、丸々と。正直 SNS の相手がどうかで、アイステップのリードって変わってないです。いや、まず貢献してますから。チャンネル登録者数僕ら増やしてるんですよ、うん、令和の虎の。あの、あれをランキング内で見たらそうですけど、令和の虎本編があるんで、はいはい、4分の正解なんですよ。再生回数で貢献しました。登録者数で貢献しました。どっちも貢献してないんですよ。いや、でも順位は出てるわけじゃないですか。スキル獲得版よりも SNS 版の方が視聴回数と友達追加を増やしてる。これはもう現実的でございます。フランチャイズ本部やったことないからそう考えたんですね。分かりました。分かりました。あのフランチャイズ本部やると、はい、あのフランチャイズの人たちをモチベアップさせるためにそういうランキングとかで評価をしていくんです。モチベアップされてます。もう本当に勉強になるわ。そこがされてないですか。ん、あの順位見てどう思いました。え、で僕見ましたよ。初めてビリ取っちゃいましたっていう動画見ましたよ。え、驚かれてますね。驚かれてるんですか。いえいえ、驚かれてたね。そのビリになったっていう感じがおもろいんじゃないですか。あれ、その含めてもともとリスキリング版って名前でしたよね、はい、名前変わっちゃってる。なんでですか。ですよ、視聴者からしたら迷惑だと思いますよ、まあ、名前がすぐコロコロ変わる。あれ、もしかしてこれで決めたこと最後にやり抜けないかな。大前提経済活動ですよ。再生回数とか取るのも全部経済活動。視聴者からしたら青さんがどれだけ稼いでるかは関係ありません。でも令和の虎っていうのは基本的には経営者たちがブイブイ言うんで我々が稼げないと、そこが崩れたらもう元ももらえるんですよ。再生回数取りました。それ僕は別のところで稼いでる。青さんもどっちも稼いでる。終了。判定に入りますか。えぇ、ー、なんですか。なんで。いや、そりゃそうですね。本当っすか。そうですね。なんで。あの立ち具合が青くんだ。理論的な問題ではなくイライラする。青させろ。口喧嘩。口喧嘩ですか。熱量負けてなかったと思うけどな。熱量あの示されてた、うん、マジっすか。確かになんか相手にされてない感じしましたね。すごいの勉強になった。口喧嘩しかない。では、参ります。決勝戦、よーい、スタート。志願者に必要の定義って何ですか。俺に聞くの。ああ、そっか、もうおじいちゃんなら考えられない。まあ、一旦じゃあ志願者に必要っていうのは、こう、オールになるかどうかじゃなくて、オールになった後、事業が成功するかどうか。そこで、まあいいよ。って考えたら優秀なプランなんじゃないかなっていう。結局、人柄で儲かるほど、こう、甘くないというか、優秀なプラン、を持ってる人は後から人柄ついてくるんですけど、人柄しかない人って後から優秀なプランついてこないと思うんですよ。見ながらやめてよ。いやもうね、これ議論の余地もなく人柄なんだけど、はい、人なんだよ結局経営をするのは。で同じプランありました。俺がやったら成功するけど、アウ君がやったら成功しないわけ。そういうことなんだよ。だからプランっていうのはどれほど重要ではない。まあいいに越したことはないけど。あ、昭和はそうなんだ。青くん、勉強になります。青くんね、ディスり方がワンパターン。まあまあまあいいけどね、はい、でもさ、はい、そう思わない。プランがいいかどうかってさ、うん、プランで成功する。だってビジネスプランで成功しますね。あ、でもまだ若造だから分かんねえか。そうそう、若造で人柄ないけど成功してくるんですよ。僕がちょっと僕ですよ。今自分で成功したって言ってんじゃん。え、そうだ、成功したって言っちゃう程度のその人の器なんですけど、
でもやっぱ一般的に見たら数億利益出てるって結構喜ばしいことですね。こんなに人格破綻してんのに喜ばしい気が得ちゃってるんですよ。もうね、そういうやつの経営をしてほしくない。いや、できちゃうんですよね。茂木さんがしてほしくないのは分かります。でも僕は日本において投機をして利益出して税金を納めて経営しちゃってるんですよ。ちょっとムカつくなダメです、ダメです。僕みたいな人格破綻者に儲かってほしくない気持ちはもう痛いほど分かります。でも、出ちゃってるんですよ、利益。利益はね。ああ、俺も人柄で儲かってほしい世の中であってほしかった。本当に。人柄がいい人がうまくいってほしい世の中であってほしい、俺も。こういうクソみたいなのを生み出した令和の虎をなんとかしないとね、本当に。だから結局人柄じゃなかったんですよね、実際は。生み出ちゃってる。いや、すいません、負けです。負けました。本日も動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、ぜひよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。